ジェントルマン・ジェントルマン・ジェントルマン、1975年4月19日体は、ドイツオスナブリュック出身のレゲエ歌手である。ファー・イースとバンドを従え、ライブを行うジェントルマン・ジェントルマンは1975年、ルター派の宣教師の息子として生まれた。兄がレゲエのレコードを収集していたことからレゲエに興味を持ち、16歳の時から頻繁に、 レゲエの故郷であるジャマイカに旅行するようになった。ジェントルマンは1990年代からレゲエ歌手、DJ としての活動を開始し、1998年にドイツのヒップホップバンド、フロンデスクラースがプロデュースしたタブララサが最初のヒット曲となった。ジェントルマンはほとんどの歌をドイツ語ではなく、英語化、ジャマイカクレオール語で歌唱しており、センド、A プレイヤーなど、 特定の宗教によらない神への信仰をテーマにした曲を多く発表している。2004年に発表したアルバム Confidence はドイツとオーストリアのチャートで1位を獲得するヒット作となった。2010年には10年間所属したフォーミュージックを離れユニバーサルミュージックと契約した。同年発表したアルバム Diversity は再びドイツチャート1位を記録した。 2010年現在は妻と二人の子供と共にケルンに住んでいる。ありがとうございます。